竹丸山さんのイラストから玉木さんよろしくお願いします。竹さんいつも楽しいイラストありがとうございます。今回はもうやっぱりあれですね、羽生ですね。羽生の4回転半というのはもう私に言わせるともうオリンピック3連覇とか金メダルとかもうそんなところと関係ないところの次元で、スポーツをやっているというのがいいなと思って見ていて尻もちついちゃったけれども、まあ4回転半を認められたというのでよかったなというふうに感想を思ってるんですが、島澤さん いかがですか、羽生選手の挑戦という意味では。そうですね、もう2連覇してましたし、はい、やはり最後はこう自分との戦いになりますよね。で、まあ、ショートで穴にこうはまってしまって、ね、はまっちゃって、ったので、よりその羽生くんの自分との戦いっていうものが、すごく色濃くなってクローズアップされた、そこになんか皆さんがやっぱりそこに集中したっていうところがやっぱり素晴らしかったなという。そうですね、まあ、結果的にはそこから4位まで来たっていうのもこれもすごいですけれども、挑戦してるっていうのはなかなかすごかったですね。そうですね、でやっぱ彼の姿勢が他の鍵山くんですとか宇野くんにものすごく、ね、影響を与えてますよね。そうですね、で彼らのコメントを聞いていると、宇野くんは今は自分の成長のプロセスなんだと、このオリンピック、ね、はいはい、でこれってスポーツ心理学上こういうそういうメンタルで、はい、マインドセットで臨む、本番に臨むっていうのはものすごくいいことなんですよね。で鍵山くんもその成功はしなくても挑戦に意味があるんだということを羽生さんからすごく学んだというふうにおっしゃっていて、はいはい、だからそれはやっぱりもう本当にこうなんですね、トップランナーとして多くのやっぱりもう遺産を残したんだろうな、金メダル以上のというふうに、ね、思いますね。なるほどね、はい、これ佐野さんいかがでしたですか、羽生選手の挑戦という意味では。まあ、羽生さんもそうだし平野さんがそうなんですよね、はいはいはい、要するに高みを目指すということはどういうことなのかという、平野さんっていうのはハーフパイプの平野歩夢ですね、はい、彼もやっぱりそうなんですよね、はい、常に高いものを目指していく、次のステップは何かっていうことを考えているっていうことが、ね、うんうん、実は私たちにとってすんごい、これはやっぱり大きな、なんて言うんだろう、示唆というか、ね、そういう感じしますよね。そうですね、スポーツってやっぱりそういうもんじゃないかなっていう、うんうん、それがスポーツの 本質だという言い方ができると思いますね、うん、で私自身はとにかく金メダルとかという言い方もこれから変えていきたいなと思ってるぐらいでして、まあ、結果的にその金メダルであったり、あったりでいいと思うんですけれども、うん、やはり本人が何を目指しているのかということが明確に伝わる、はい、メッセージとして伝わるっていうことが大事なことだろうと思います。なるほどなるほどね、うん、まあ、平野選手のことで言うならば、その時にかつての王者と言われたショーン・ホワイト選手が、はいはい、やっぱり羽生選手とよく似ている立場と言いますか ね、うん、4位になって、うん、それで平野選手を抱きしめていた、うん、このあたり非常にスポーツ的だなと思ったんですが、島澤さんいかがですか。いやもう本当に平野君はやっぱショーン・ホワイトの後を継ぐ後継者としても本当にもう資格をしっかり得たなというふうに思いましたね、はい、うん、それはパフォーマンスだけではなく、うん、彼が金メダルを取ってショーンが、まあね、終わった後パフォーマンスの後に彼が言った言葉が、はい、僕は、ショーンから勝者の孤独や自分との戦いをショーンから学んだっておっしゃったんですね、はい、だからそういうとこしっかり見てるわけですよ。うん、まあ先ほどね鍵山くんや羽生くんを見るように、はいはい、なのでもうそれはね本当に感心しましたし、素晴らしいなと。だからなんかこう先ほど佐野さんがねやっぱオリンピックからずっとこうあり方をっていうふうにおっしゃってましたが、うん、なんかこう私たち国民が国民よりアスリートがどんどんこう新しい価値観を先にね得ていて、そこに国民の意識だったり価値観、うんうんうん、新しい価値観を取り入れる力がまだやっぱりちょっと追いついていないんじゃないかなと、うん、それでやっぱ今回例えばサラちゃんがねお化粧しすぎるだとか、はい、そういったもうバッシングありましたよね、はい、ありましたね、くだらないバッシングというかね、もうなんかもうご自分たちのストレスをこうぶつけているというかね、なんかそういうところアスリートはもうどんどん世界に出ていって、はい、新しい価値観をやっぱりこうなんていうかキャッチして私たちに教えてくれてる、はい、教えてくれてるわけですね。だから私たちはそれをねもっと学ばないといけないですよね。なるほどね、本当にそう思いました。
そうですね、もう見ている人、観客っていう、僕らもそう観客という立場ですけれども、アスリートを非難する権利ってどこにもないですからね。ないですよね。どんなことがあってもアスリートは非難する対象にはならないはずなんですけれどもね。だから私はとっても高梨のやっぱりこのあのサラちゃんのやっぱ謝罪文が非常にねやっぱ残念というかね、彼女が書かされてしまったというかね、そんな気はします。人生を狂わせたというような書き方してましたよね。そうですね、皆さん、あれは間違いですね、表現としてはね。間違いです。それも人生なんですよ。はいはいはい、だから、その要するにまだまだ彼女もまだまだこれから勉強しなきゃいけないと思いますし、ただ佐野さん、彼女の2本目のジャンプは良かったですね。素晴らしかったです。あれは素晴らしいですよね。そのきちっと自分でリカバリーできてるっていうところがね、彼女の凄さだろうと思います。そうですね、あのメンタルで あのメンタルであのジャンプを見せてくれたって、もうなんていうんですか、こういう表現悪いですけどびっくりしましたね。素晴らしいっていう驚きですね。いや、やっぱりね、スポーツウーマン、スポーツ界だけれども、彼女らを見ていると、すごく伝わるんですよね。そうですね、伝わりますね。その次に来るものというもの、だから例えば、夏でも、内村航平さんがね、やっぱり落ちてしまった後の、彼のやっぱり存在感、それをやっぱりきちっと橋本大君がこうきちっとそれを受け継いでしているという、こういったところやっぱりね、すごいことだろうと思うんです。やっぱりそのものの継承っていうのは、だからそれが今回もまた同じようにね、羽生選手から宇野を鍵山選手へ、そしてショーン・ホワイトから平野選手へというふうな形にやっぱりなっていってると思うんですね。なるほどね。やっぱりこうスポーツの話をするのは楽しいですね。オリンピックの話ではなくスポーツの話は楽しいですね、なかなかね。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオペエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。